札幌市は、北海道の道央地方に位置し、石狩振興局に属するし、道庁所在地にして、石狩振興局所在地でもあり、北海道の政治、経済、文化の中心地となっている。北海道最大の人口を有する政令指定都市である。札幌市都心部の中心業務地区札幌市、役所展望回廊から見た。 大通公園と札幌テレビ等日本最北の政令指定都市であり、全国の市の中でも横浜市、大阪市、名古屋市に次ぐ4番目の人口を有しており、北海道全体の人口の約4割弱を占めている。北海道のプライメートシティであり、札幌都市圏を形成している。アイヌの人々が暮らしていたエゾ地は1869年に、 北海道と解消され開拓市が置かれて、札幌本府の建設が始まった。1875年に、最初のトンデン兵が入植。札幌の建設計画は、当時の開拓方眼島牛によって構想され、京都を参考にした町づくりは、創生京都側の田元を起点に、東西の基軸を創生側、南北の基軸を都島中として、区画割を進めていった。 このため、中心部の多くは、街並みが五番の目状になっている。その後、周辺町村を編入、合併して、地域を拡大していった。1972年には、アジア初となる、冬季オリンピックを開催。その後も、国際スキー連盟の各種国際大会やアジア、冬季競技大会、国際大学スポーツ連盟主催の、冬季ユニバーシアード競技大会。 フィファワールドカップ、フィババスケットボールワールドカップ、世界ラリー選手権、ラグビーワールドカップなど数多くの国際大会が開催されている。札幌市としても各種イベントや展示会、企業の会議や報奨旅行などの誘致、開催への積極的な取り組みを行っており、国際会議観光都市に認定されている。 毎年1300万人前後の観光客が訪れる観光都市となっており市町村の魅力度ランキング調査でも毎年上位にランクインしている都市である。2013年にはユネスコにより創設された創造都市ネットワークのメディアアーツ都市分野に世界で2都市目に認定された。2026年冬季オリンピック開催地に立候補することを表明して 誘致活動を行っていたが、立候補及び誘致活動を2030年大会に変更する意向を示した。由来は、アイヌ語の札幌とする松浦武竹郎による説や、サリポロペであるとする山田秀蔵による説などがある。前述の通り、札幌はアイヌ語由来の地名であるが、確認された文献資料で最古のものは、釈迦院の戦いにおける、 津軽藩士の報告書であり、石狩河口から三里遡った集落が、札幌と表記されていた。古い記録では、ひらがなで表記されているが、時代を経るに従ってカタカナ表記、漢字表記へと変わっていった。17世紀から18世紀頃の文献では、札幌、札幌、四ナ幌、砂津オなど、表記の揺れはあるものの、ひらがなや万葉がなで記されている。 最後に見られるひらがな表記は1807年の下札さつである。1791年の地図に札つほと表記されて以降札つほというカタカナ表記が一般的になる。それ以外にカタカナで札つぽろ、しやつぼろと示されたものがあるが、これは一般的ではない。幕末になるとさっし、さと漢字で表記されるようになる。 これが、明治期に、が、ホロに変わり、札幌という表記が定着した。札幌市中心部周辺の空中写真。2020年9月27日撮影の147枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。石狩平野の南西部に位置し、面積は1121.26。 平方キロメートルで、香港とほぼ同じ面積を有している。距離は、東西42.30キロメートル南北45.40キロメートルにわたって地域が広がっている。平坦な中心部などは、豊平川が形成した、洗浄地である。市南西部は、山岳地帯で、一部は、四骨東野国立公園に指定されている。 山地下線主な川主な滝主な湖省主な湖主な沼主な,主な池海岸札幌市の北西に石狩湾があるが、ここに面している部分は小樽市線箱である。札幌市域は川口から約400メートル内側であり、非常に近いが海に面してはいない。札幌市の気候は日本海側気候とされており、欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。 4月から6月は、晴天の日が多く、本州などに見られる梅雨の時期はない。夏は1日の平均気温が、摂氏20度を超える日が続く。10月には、紅葉が始まり、12月上旬から降った雪が、寝雪となることが多い。12月から2月の冬季は、積雪寒冷を特徴としており、一冬の降雪量はおよそ5メートルにも達する。 3月に入ると寒気も緩み4月上旬には寝雪の終日を迎える人口約200万人を抱える大都市が豪雪地域に位置するのは世界的に見ても珍しい冬のヒートアイランド現象近年は札幌でもヒートアイランド現象が日本三大都市と同様に著しいこの100年間に 札幌の1月の最低気温は6.5度上昇し、名古屋のプラス4.3度や大阪のプラス3.6度を上回り、東京のプラス6.9度に近い上昇となっている。札幌管区気象台が設置されている札幌都心では、ヒートアイランド現象により玄関期に最低気温がマイナス20度前後に下がることは皆無となり、マイナス10度以下になることも激減している。 さらに、1月の最低気温の平年値より低くなることも少なくなった。特に2000年以降の最低気温の上昇率は東京を上回っている。そのため、北海道内で比較的温暖な気候とされていた道南沿岸部や東北地方内陸部の一部地域よりも玄関期の最低気温が高くなる日も多くなっている。なお、 気象台から約8キロメートルほど南西にある周囲が農地のままと都市化の影響の小さい羊が丘では国立研究開発法人の北海道農業研究センターによる気象観測が1973年以降継続して行われており気象台とは位置は異なるものの札幌本来の気候の指標ともなっておりほぼ毎年マイナス20度以下を観測している 札幌市10区色分け地図行政区南区手稲区西区、中央区豊平区清田区北区東区白石区、厚別区札幌市の人口は2008年8月に190万人を突破しており、男女比は女性の10.0人に対し男性は9.0人となっている。10代までは男性人口の方が多く、20代以降は女性人口の方が多くなる。 海に面していない、市区町村では、日本一人口が多い。1920年の第一回国勢調査では、人口は10万2580人であり、函館市、小樽市に次いで、道内では3番が目であった。その後は、第一次世界大戦後の後継期等によって、当時の基幹産業であった、食品加工業や繊維工業などの軽工業が、発達し、 人口は順調に伸びていった。1941年の調査では人口が22万4729人と初めて20万人を超え、函館市を抜いて道内1位となった。第二次世界大戦後は1950年の北海道開発法制定、1952年の 第一次北海道総合開発計画志向などの日本政府主導の北海道開発事業が本格化し、道外資本の道内への進出も活発化した。それによって政府の出先機関が集中した札幌市の経済的役割も急激に上昇し、卸売や中受け、下受け等の企業、工場などの新設、移転が相次いだ。 戦後の全国的な都市集中傾向や道内の第一次産業の不振などの事情もあり、戦前はそれほど顕著ではなかった道内各市町村からの札幌市への人口流入も目立つようになる。1955年の調査では人口が426,620人と40万人を突破した。全国的な都市集中傾向は 昭和30年代の高度経済成長期でさらに進み、北海道の中心都市である札幌市では特に顕著に現れた。道内石炭産業の衰退による炭鉱離職者の札幌市流入とも重なり、年間4万人のペースで人口が急増した。その後、生活圏の拡大により、周辺市町のベッドタウン化が進行するものの札幌市、 の人口は増加の一途をたどり、1965年の調査では人口が79万4908人、1970年の調査では人口が101万123人となり、日本国内で8番目となる100万人都市となった。1972年には、川崎市、福岡市とともに、政令指定都市に移行し、癖が施行された。 戦後の札幌市の大都市化は、北海道内からの道外への人口流出の歯止めになった部分はあるものの、雇用の受け皿となる事業拠点が札幌市やその周辺に集中したことにより、道内の農業業地域や旧炭鉱地域の過疎化を助長する一因ともなった。札幌市の人口は平成27年をピークに減少傾向にあると考えられてきたが、 平成29年においても人口は増え続けている。北海道内の自治体で唯一推計人口を毎月発表している。令和3年10月1日時点の推計人口は197万5千1人であり、前年比で64人減となった。2005年8月1日現在の外国人、登録者数は8414人である。 合計特殊出生率は1.07人である。石狩振興局シりベし総合振興局いぶり、総合振興局明治維新後の1869年に、石狩国札幌郡に属し、同年開拓法岸島義勇の指導の下、札幌本府の建設が始まる。同年旧暦11月、島義武が、函館、千箱経由で札幌入りし、 現在の中央区北一条西一丁目に、近在の元村の大友亀太郎の役宅を移し、官邸の建築に着手した。当時の札幌中心部は森林に囲まれ、本府の建設には、苦心惨憺たるものあった。島は、数百人の大工、職人、人足のほか地元、アイヌの協力を得て、都市建設をはじめ、元村の木材を伐採し、住宅や倉庫。 カリオミ病院、道路などを建設した。当時、石狩や小樽などを管轄し、開拓士と対立関係にあった、兵部省の井上焼地や小出夫妻一郎らは、管轄地内の物資を開拓士に売ることを禁じたため、札幌本府は深刻な食糧不足に陥った。このため元村や、 シノ村などの周辺町村から食料を徴収したり、ヨ市おしょろロ、アなどの請負い人から援助を受けるなどをして、ここをしのいだ。島自身も、掘ったて小屋で犬を抱いて、寒さをしのぐほどであった。島の思い切った札幌建設は開拓市長官東、久世道富や、兵部省との対立を生み、翌1870年2月に島は職を辞して、東京に去った。 公認の方願には、岩村道俊が就任したが、資金不足などの理由から札幌本府の経営は一時中止となった。島の部下であった、県官寺、西村忠洋らはその状況を憂い、東くせに経営の再開を強く訴えたため、1870年12月に経営再開が決まった。中央区南一条東一丁目には、 札幌建設の日があるほか、島の銅像が札幌市役所ロビーと北海道神宮に建てられている。明治初期に、現在の札幌市域に所在したアイヌの古丹は4つあり、そのうちで、上札幌古丹が、現在の中央区北2条東1丁目付近、作詞ことに古丹が、現在の快楽園緑地から、北海道大学キャンパス付近、富士子古丹が、 現在の東区北九条東九丁目付近、ハッサムコタンが、現在の西区ことに四の一付近だった。彼らは、上川の属町、空鎮頃に属し、毎年7月から10月まで、石狩国役所に出稼ぎしていた。飛鳥時代、江戸時代、江戸時代の札幌は、札幌または、四圧幌と呼ばれ、西江戸地、石狩場所に属した。当時の札幌は、さ、 ポロペ、流域を指したが、当時の流路は、現在の豊平橋付近から、現在の伏せ子川の流路をたどり、篠路川沿いに、バラトでバラト川に注ぎ込むものであった。競技での札幌は、バラト川川口部を指し、札幌部と,とも呼ばれた。現札幌市内への和人の定住は、1855年頃に、豊平河藩で都線の仕事に従事していた、志村哲一と、 同化藩で狩猟に従事していた吉田茂八の一家が最初とされる。石狩平野から誘仏平野にかけて連なる石狩邸地帯は古くから北海道の日本海側と太平洋側を連絡する交通の用地であり、江戸時代に入ると石狩、誘仏館を結ぶ簡易道路も作られた。また木材や魚介類などの天然資源に富み、 地味も肥沃であることから、幕府や正木藩、東北地方の諸藩などによる調査探検も行われていた。石狩平野の西部に位置する札幌が、幕末期から開発の対象となり、さらに明治維新後には、北方警備や開拓事業の拠点となったことは、上記の事情と決して無関係ではない。これらの場所と呼ばれる、正木藩家臣の治療地は幕末まで存続した。 文化4年、島吉武岩村道都市1891年の札幌市ガイズ、明治時代、大正時代、大正初期の札幌大正時代の札幌駅長は、時代1936年の大通公園1950年代の札幌市役所札幌オリンピック記念校歌、平成時代令和時代、札幌市略年表、道路建設の歴史参照行政区画の、 変遷札幌市は市長の補助機関として副市長が置かれ市長が議会の同意を得て選任する。任期は市長と同じ4年。2018年現在で3人が選任されている。政令指定と飼育後に区政を施行し現在は10区に分かれている。各区長は市長の事務を補助執行し法令などにより輸入された事務を 自らの権限と責任で取り行う。また、事務の目的や性質などに合わせて、質局を設け、局には、部、ところ、室などを設けており、さらにか、係などに分かれている。職員数は、約1万4000人。医療に関しては、イタリアのバザリア法制定など、世界で、精神科病棟の廃止、隔離抗菌の違法化が進む中、 札幌市の精神科病床数は全国の市町村で最も多く7200床がある。人口1万人あたりの精神科病床数は世界平均が1.5床に対し札幌市は38床で札幌市は世界一精神病患者の社会的入院が広がった都市である。市長役所行政機構情報公開札幌市では 1989年4月に札幌市情報公開条例を施行。2000年4月には全部改正後の札幌市情報公開条例を施行。2004年1月からインターネットによる公文書公開請求の受付を開始している。札幌市民検証札幌市民検証は、1963年11月3日に市民の総意として制定された。 市議会札幌市は1953年4月に全国に先駆けて市議会を公開した。市議会には年4回定期的に開く定例会と必要に応じて開く臨時会があり、その招集は市長が行う。2019年7月5日時点の会派構成は以下の通り。同議会衆議院行政機関所在地一覧参照内閣。 官房人事院内閣府総務省法務省財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省環境省防衛省独立行政法人所在地一覧特殊法人等所在地一覧参照独立行政法人特殊法人投稿文書館図書館2009年2月の札幌市外国籍市民意識調査報告書によると 札幌市の外国人登録総数は9126人。姉妹都市及び、交流協定等締結都市、参照海外姉妹都市定型都市国内定型都市、その他、在札幌外国交換等参照領事館総領事館名誉領事館外国政府関連機関、その他関連機関北海道経済センター、札幌商工会議所札幌都心部の中心業務地区、 札幌駅周辺日本三大歓楽街の一つで、あるすすきノの夜景北海道経済の中心都市で、2009年度の市内総生産はおよそ6.2兆円であるが、1995年度をピークに減少している。物価変動を取り除いた実質では、2004年度がピークとなっている。札幌市の経済は、人口の増加に伴う市民サービスや、 事業所向けのサービス業などの第三次産業が最も発達しており、地元に形成された需要に対応する内需型産業を中心に発展してきた。明治時代の開拓初期から、トン,ン兵が水田、畑の開墾を行い、1876年には、北海道大学の前身となる札幌農学校が設置されるなど、北方農業の 技術拠点としての役割を担ってきた。太平洋戦争後は、札幌市の急速な発展に伴い都市基盤整備のために農地が転用され、農地、農家個数の減少が進んだ。2006年の農業産出額はおよそ38.4億円で、公主が30.7億円で畜産が7.8億円となっている。主な産物は、玉ねぎ、かぼちゃ、スイカ、 ほうれん草などで玉ねぎに関しては札幌が栽培発祥の地である。北海道における工事費の構成費は2010年度で公共56.4%民間43.6%と公共の割合が半数以上を占めており全国で最も高い比率となっている。公共事業の減少傾向に伴い札幌市でも建設業の事業所数 従業員数ともに減少している。製造業においては、札幌市の製造品出荷額は2010年で4696億円となっており、北海道内では工業都市の苫小牧市、室蘭市に次いで第3位となっている。また、製造業においても事業所数、従業員数ともに減少傾向となっている。主な業種は、食料品製造業。 印刷、同関連業、金属、機械製造業となっている。札幌市では、札幌型ものづくり産業として、IT 産業、バイオ産業、コンテンツ産業が新たな産業振興として発展しており、1986年には、札幌テクノパークが分譲開始し、1990年代には、 札幌駅北口周辺を中心に IT 関連企業が集積した。札幌市の IT 産業は主要製造業を上回る規模になっており、北海道全体のおよそ8割のシェアになっている。また、2011年12月には札幌市が総合特別区域法による札幌コンテンツ特区札幌市を含む北海道内の一部市町村が 北海道フードコンプレックス国際戦略総合特区に指定されており、フード特区では北海道産の農水産資源や加工品の付加価値、向上販路拡大などを図っている。札幌市で最も発達している産業である。小売業に関しては事業所数は減少傾向であるが、従業者数は飲食料品小売業を中心に増加している。 不動産業事業所数の割合は、全国、北海道、地方中枢都市のいずれと比較しても札幌市の割合が上回っている。札幌市中心部のオフィス平均賃料は2011年12月末時点で13,445円、坪となっており、東京丸の内地区の3分の1の賃料となっている。札幌市は2000年度から、 コールセンターの誘致活動を行っており、金融業、保険業、小売業など、全国有数のコールセンター集積地となっている。サービス業に関しては、学術研究、専門技術サービス業事業所数の構成比が、全国、北海道と比較して、高い割合になっている。また、サービス業における、業種別の従業者数の構成比を見ると、医療、 福祉業が、最も多く、ついで宿泊業、飲食業、生活関連サービス業、娯楽業と続いている。農林業、建設業、製造業、食品機械、石油、石炭製品運輸公共交通その他運輸、卸売業、小売業、百貨店、スーパーマーケットコンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、保健調査薬局自動車、産業機械、小売燃料、 ガス小売外食産業その他小売金融、保険業金融機関生命保険証券業、証券取引所その他金融、保険不動産業サービス業、観光アミューズメント医療、福祉サービス広告代理コンサルタント、人材紹介学習支援その他サービス、札幌市に事務局を置く共同組合その他協会、団体、 札幌産業ポータル三照北区東区白石区南区西区厚別区手稲区清田区テレビ FM の送信所は手稲山 AM ラジオの送信所は江別市に設置している2015年6月現在札幌市では全国の市区町村で最も多い発局が放送している新聞社出版社放送局テレビ放送エリア放送ラジオ放送局 コミュニティ放送局インターネットラジオ局ケーブルテレビ事業者情報処理データセンター電気通信ソフトウェアその他電力ガス上下水道熱供給北海道大学 IC 乗車カードは JR 北海道が導入しているキーティカ札幌市交通局が導入しているサパイカがあるがキーティカがサパイカエリアで語り用できるサービスのため注意が必要であるまた 高齢者の社会参加を促進するため、経路優待乗車証や、障害者交通費助成として、福祉乗車証などを発行している。札幌片幕航空港札幌駅、南口札幌駅北口中心となる駅は、JR 札幌駅と地下鉄大通駅であるが、運営する、定山系鉄道線が存在したが、1969年に、全線廃止となった。 鉄道路線現在の鉄道路線は、JR 北海道のほか、札幌市交通局が運営する札幌市営地下鉄、札幌市電がある。札幌駅南口と札幌駅、バスターミナル中央バス、札幌ターミナルかつては、路線バスで、札幌市営バスが運行していたが、北海道中央バス、JR、北海道バス、上鉄の3社に乗として廃止した。 都市間バスは、札幌駅周辺から、北海道内各都市への高速バス、新千歳空港及び札幌岡玉空港への連絡バス、観光地へのシャトルバスが発着している。路線バスバスターミナル、北海道運輸局によれば、札幌交通圏における2013年度末の合計タクシー車両台数は4874両。 2013年度の実動実車率は30.4%。2013年度の総実車キロは1億1、773万5、7 7 7キロメートル2013年度の日車栄衆及び日車実車キロは、それぞれ28,800円及び7 4 8キロメートルであった。 この事実を受けて2015年10月20日に運輸審議会は札幌県ではタクシーの供給輸送力を削減しなければタクシー事業の健全経営を維持し公共交通としての機能を発揮できないとしてタクシー適正化活性化法第3条第1項に基づき札幌交通圏を送車量数を制限することが可能な 特定地域として指定することが適当であると判断した。特定地域の指定期間満了日は2018年10月31日である。北海道ハイヤー協会加盟事業者による普通車の初乗り上限運賃は、距離性が670円、時間性が2830円となっている。札幌南本線料金所札幌市街地の道路は、 開拓市の都市計画に基づき1869年に、始まり1871年から本格的に作られ始められ、五番の目のように走っているのが特徴である。札幌の建設を計画した開拓市の方岸島義勇は、中国の長安や日本の京都風にしたいと考えていたが、工事の難航から面間となり、1870年に、 開拓時間の黒田清隆がこれに代わって多くのアメリカ人技師を招き寄せて新都市を開発しアメリカ式の街づくりを行っていった結果だと言われる。当初は札幌の街路の名称に札幌通り石狩通といったアメリカ式に地名を街路名とするネーミングがなされていたが明治の中頃からは街路名に東在路は南地上南北路は 1> 西一丁目のように、京都風の名称が付けられた。高速道路国道、札幌市内の指定文化財参照国指定文化財、同指定文化財四指定文化財国登録文化財、札幌市内の登録文化財参照中央区北区、東区白石区豊平区南区西区厚別区手稲区、清田区音楽イベントスポーツ大会札幌市で、これまでに開催された主なスポーツ大会、 味噌ラーメンやスープカレー発祥の地とされ、北海道の新鮮な食材を活かした様々な食文化が発達している。2005年にスイーツ王国札幌推進協議会が設立しており、洋菓子製造が盛んな札幌からスイーツの普及を通して北海道経済に新たな活力を生み出そうと各方面への取り組みが行われている。2009年には札幌市として 北海道の食を愛する町札幌宣言を行い、北海道内外に食を発信するだけではなく、北海道の食を消費していくことの必要性を唱えている。名物名産平岸霊園内の栄養市民霊域には、橋本、高岡、板垣の墓所がある。札幌フィルムコミッションは、札幌を舞台にした映画や、テレビ番組、CM 撮影などに対して、 ロケ地や気象、イベント情報、撮影時に必要な申請などの各種情報を提供している。また、ジャパンフィルムコミッション、北海道ブロック庁として、北海道全域で撮影する際には、北海道内各自治体への連絡窓口となって、撮影が円滑に進むように支援している。行政産業観光歴史その他、ありがとうございます。